はいどうも、カッパ延長グッズ第5弾販売開始のお知らせです。7月3日までの期間限定販売となっておりますので、お早めにどうぞ。はい、カバーチ袋カッパ延長です。じゃあこの動画ではね、こういう話 もう定期的にちょいちょい出てきますけどもね、まあ海外の人、まあイタリアの人か、今回はイタリアの人から見た日本の、要は犯罪率の低さ、犯罪者の少なさっていうのかな、安全性の話ですよね。日本はなんて安全な国なんだと、日本社会はなんて安全な社会なんだとっていうお話ってほらちょいちょい出てくるじゃないですか。うん、で今回も何回も見たことあるんですけどもね、この日本のこの小学生ね、子供たちだけでこの学校に通う、通学するこの様子を見て、すごいなと。よっぽど安心安全な社会なんだなっていう、そういうお話です。うん、多分ご覧手のあなたもね、何度もいろんなところでこういうこの手の記事は見たことあると思うんですけども、まあ、今回はイタリアの人が日本すげえなと、っていうことらしいんで、これどうなんだろう、日本に住んでるイタリアの人たちのコメントなのかな、ちょっとよくわかんないですけどもね。それっぽいですね。世界で、最も安全な国の一つとされる日本、海外の研究所などが発表する平和な国ランキングでは、ほぼ常に少なくともトップ10には顔を見せていて、特に人口が多い国としては異例といえる安全さを誇っていますよと。で今回は日本で暮らすイタリアの方が撮影した映像が、まあ、世界で話題になっていたっていう、そういうことらしいんですよね。まあこれなんか自動改札を通ろうとしているなんか小学生の、まあ、1年生とか2年生ぐらいの女の子2人組なのかな、これで、小学校低学年と思われる児童たちが、ね、大人の同伴がない状態で、自分たちだけで登下校する様子が映し出されていたと。で、まあ、投稿したイタリアの方曰く、子供が一人で歩く光景は日本では普通のことと説明、何ら珍しい光景ではないことを強調していますと。100% とは言い切れませんけどもね。で、本国イタリアではありえない状況に、まあ、主にイタリアの人たちから驚きの声が続出していたと。多くの人の目には日本は別世界のように見えたんじゃないでしょうかってことらしいですね。だからコメントしてる人、やっぱりイタリア本国の人らしいですかね。これ映像どうだろう？ちょっと URL がこれわかんないな。ちょっと待ってくださいね。まあ一応確認したんで、まあもしね、興味ある人は、動画下説明欄の方に載せときますんで、まあ見てみてもいいんじゃないでしょうかね。で、ここからはイタリアの人たちのコメントですかね。日本に、まあ多分これ最初にね、すげえなって言った人かな。日本に行った友人たちが向こうで一番感動したことは、リラックスして歩き回れることだと言っていた。子供が自分たちだけで通学しているという事実が、彼らの感想が本当であることを証明してるね。次の人、私も東京を旅行してるとき実際見た。あれは本当に衝撃的な光景だった。で次の人、確かに日本の大都市ではよく見る光景。イタリアだと靴紐結ぶのでさえ親の役目。一人で移動させるなんてもってのほかだろうな。そんなに危ない国なのか？もちろん日本なら可能だろうさ。自分は日本にいるとき、日本にいるときほど安全を感じたことはなかった。で次の人、こういうのは遅れた考えかもしれないけど、私はやっぱり子供だけの移動は心配だよ。で次の人、こういうのって誇張じゃないの？だって子供だけで通学したらさすがに危なくない？で次の人、日本には何度も旅行に行ってるけど、あの国の安全性に比肩できる国はない。子供たちだけで登下校しても全く問題ない。驚異的なことで信じられないことかもしれないが、これは日本の美しい現実。で次の人、本当にショッキングだった。説明されても未だに信じられないよ。で次の人が、日本人の知り合いの女性に聞いたら、日本では全く珍しいことじゃないし危険でもないらしい。同時に彼女はこうも言っていた。日本以外の国では息子を一人で登校させられないって。で次の人、私も目撃した。普通に子供が一人で地下鉄とか乗ってるよ。で次の人、50年代60年代は子供だけの通学はイタリアでも普通だった。あ、そうなんだ。昔はそうだったんですね。で次の人が、私も日本で見たときは衝撃的だったな。
で、次が、日本には素晴らしい治安があるからね。それに加えて日本の両親たちは子供にちゃんと教育を施しているのも影響してると思う。とか、今暮らしているスイスも子供たちだけで通学できてる。さすがに電車はダメなんだけどね。で、次の人、イタリアだと大人でさえあんな静かに歩いていないんだが。で、次の人、見てるこっちが心配になるよ。とか、あ、日本はこの素晴らしい治安をイタリアに輸出してください。どうやって次の人、私の時は7歳の時点で一人で学校から家に帰っていた。でも特になんか危ない目に遭ったことはなかったです。で、次の人、自分の時代もそうだった。今は放課後の時間になると中学校の前が大変。親たちが車を三重駐車して待ってるから。車で送り迎えしてくれるんだ。へー。で、次の人、イタリアの熱狂的なママさんたちが、子供を一人旅させるなんてことを許すはずがない。イタリアのお父さんお母さん、子煩悩なのかな。で、日本ではしっかり法律が機能してるからじゃないかな。とか、こういうの見ると日本に住みたくなるよね。それはまた違う話かな。で、次、イタリアのマママジですごいぞ。二十歳超えた子供に忘れ物届けてくれるから。そうなんだ。それはすごいな。あれ、そういえばなんか、どこの国だか忘れちゃいましたけどね、確か軍にね、確かほら兵役徴兵制度がある国だったと思うんですけどね、軍になんか息子が入りましたね、お弁当を持ってお母さんが駆けつけるっていう、なんかそんな国がありましたよね。しかも隣に座ってね、はい、あーみたいなことしてる、なんかそういうね、国もあるって聞いたことあるんですけど、あれどこの国でしたっけね。まあいいんですけど、大して興味もないんで。で、犯罪率が低い国ならではの、犯罪率が低い国ならではの光景ですね。もちろん文化的な要因もあるかもしれないが、とか、イタリアだったら誘拐されたり、誘拐されたりする危険性があるから無理だ。日本には犯罪者いないのか。いますけどね。本当に驚異的な光景だ。とか、日本ってまるで異次元にある国みたいだな、とか。日本人はちゃんとルールとマナーを守る、はっきり言わせてもらうが、その辺がイタリアとは違う。イタリア人の親は子供を甘やかしすぎ。もっと信じよう、そうすればお留守番だってできるようになる。次、日本人は自立することを子供に教えるよね。だから小さい頃からいろんなことができるようになる。で、次、日本は子供関連の犯罪は罰則が厳しいのかな。それならイタリアでも子供たちが一人で歩きやすいし、親も心配が減ると思うけど。次が、罰則化は確かに抑止力にはなるだろうけど、日本の場合は実直な文化が大きく関係してるよ。日本人は徹底的にルール守るし。で、次の人、社会の違いだよ。日本人は子供の頃から市民意識を学ぶ。一方、イタリア人はサバイバルの方法を教わる。穏やかな社会になるわけがない。で、次が、日本には本当に敬意しかない。あんなことイタリアじゃ絶対ありえない。日本と日本人大好きだ。で、次の人、そうそう、東京では小さい子供普通に一人で通学してるよ。日本にいると大人の私でも安全を感じたぐらい。今まで私が旅した世界の都市の中で夜でも安心して歩けたのは日本の都市だけだった。まあ、さすがに危ないと心配する声もね、ちょいちょいありましたけども。そうですね、子供たちだけで通学できるっていうのは、ね、治安もそうだし、環境もそうだし、あとはまあその子の、なんていうのかな、この、何でも自分でやるっていう、こういうなんていうの、自立心か。まあすごいって確かにすごいですよね。僕が小学生の頃、帰りはクラスメートと、なんかこうね、まあ校庭で放課後、ね、野球やったりサッカーやったりした後かな。なんか仲のいい友達と何人かでね、わちゃわちゃやりながら集団下校。で、登校時は、なんか近所の小学生、なんか班長が一人いて、その班長にくっついて、なんか10人ぐらい、ゾロゾロと。ね、これもやっぱ行くと、なんか通学、登校か。登校す、朝登校するときも、なんか集団登校みたいな、なんかそういうシステムだったな、小学校の時は。中学校はさすがにね、勝手に行って勝手に帰ってきてましたけど、なんかそんな感じでしたね。なんかちょうど、なんか、小学校片道、どんぐらい歩いたかな？結構歩いたんですよ。ね、なんか全然近所でもなくて、なんかこう線路越えて、なんかね、割と小学校にしちゃ遠くまで通わされたんですよね。なんかちょうどほら、あれ、僕世代って第何次ベビーブーム世代だったっけな。
第2次だったかな、確かそうだと思うんですけども、まあなんかちょうどそのまあ郊外埼玉でしたからね、ちょうど人口もガーッとこう増え始めてて、でこう学校が足らないから、ね、どんどんこの小学校とか中学校とか公立の学校をねボンボン作ってる、ね、そういう時代だったんですよ僕が子供の頃ってね、うん、だからまだ空き地もいっぱいあったんだけど、ね、年々こうそういうのがなくなってってなんか学校に変わってたりとか、そういうのが目の前でなんか展開してる最中だったんですよね。だから小学校最初すげえ全校生徒多かったんですよ、うん、だから僕みたいに結構歩かされて、ね、遠いとこから会話される、だから学区が広かったのかな、一つの小学校とか中学校に対して学区が広かったんですけど、だんだんこのね学校の数が増えてくると、じゃあ今まで、A 小学校に通ってた、どこ地区とどこ地区とどこ地区の人は、ね、遠いでしょうから、この近くに新しく学校を作ったんで、ね、今年から、ね、こっちに通ってくださいみたいな感じで、途中でねちょっとずつちょっとずつこのなんていうのかな、クラスメートが減ってくんですよね。うん。なんだろう、なんだろうな、小学校の2年生までは一緒だったのに、ね、3年生からはね、何々くんと何々ちゃんと何々くんたちは、要は学区が変わったんで、どこどこ、小学校に通うことになりました。みたいなのが。ね、結局、ん ?2 回ぐらいあったかな、その学区変更みたいなのが。うん、確か小学校の時なんかありましたけどもね、新しくできた学校に移る子たちっていうのがちょっとずつちょっとずつ、うん、そうそう、で結局今はどうだろう、今の状況リアルタイムでは知らないですけど、結局僕がもういい加減いい大人になる頃には、あ違うな、もっと前か、僕はなんか小学校卒業し中学行って高校に行ったぐらいからかな、なんかそのね僕がか、ね、いた地区はもうそのやっぱり小学校、僕が行ってた頃の小学校とは違う小学校に行くエリアになっちゃってましたね。うん。まあ何の話かさっぱりよくわかんないですけども。まあ確かにね、言われてみれば安全に、うん、学校には通えてましたよね。うん、まあ僕が子供の頃はもう田舎だったしねのんびりしたもんだったし、うん、なんか変な人いたかな、どうだろう、ちょっと今とは時代が あまりに違いますからね、うん、ほぼほぼ約半世紀まではいかないけど、まあ、40年前とかの話ですからね、うん、今だったらそうですね、まあこの画像みたいにね、小学生がね、なんかこうね、IC カードかなんか持って、ね、電車に乗って通学とか、ね、私立の学校とかにね、行ってる子たちも多くいると思いますからね、うん、確かに日本以外の国の人たちから見るとびっくりだったのかもしれないですかね、いい国じゃないですか、これがねずっと続いてくれるといいんですけどもね、うーん、まあ一応信じましょう、ということで今回は以上です、ありがとうございました、ではまたごきげんよう。